皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、できない予定すると、ちょっとそんな話をするんですけど、手帳に計画を立てて、まあ実際には、まあ私が提唱することには、予定をするということになるんですけど、まあ、計画は数字で、まあ予定はこう、そのスケジュールの、その、どこに、いつやるか、何回やるか、みたいなね。そんなことではあるんですけど。計画倒れというか、計画が狂うとかっていうのは、私の中ではちょっと、あまりこう、しない方が良くて、狂うのが予定なので、予定の方をしっかりしなきゃいけない。で、失敗する場合って、計画がこう、うまくいくっていうことをね、前提に作られているっていう。まあ、それがそもそもの失敗のもとなんですけど。ミスとか失敗とか、あと、まあ、今回で言う、できないとか、やれないとかっていう、要は、時間的に無理とか、その、邪魔が入って、こう、予定が狂うっていう。ちゃんと計画のうちに、計画をするっていうときに、ちゃんと想定しておかないといけなくて。で、それがね、こう、まあ失敗するのもね、仕方がないことではあるんですけど、ちゃんとその振り返るときに、要するにこう、うまくいくと思って計画立てて、で、予定が何回ってなったときに、それが何回邪魔されたのか、自分がこう思ってたこととか、その夢とかビジョンみたいなね、そういうものに対して、どれぐらいこう、邪魔が入ってるかっていう、ね、そういう数字をちゃんと把握しとかないと、その邪魔が入るっていうこと、その、計画とか予定する中にきちんとこう盛り込まないといけないわけなんで、自分の実力をね、ちゃんと知らなきゃいけない。なので、うまくいくっていうことだけをこう前提にして、計画を立てるわけじゃなくて、できない、やれない、なんていうことを、どれだけ想定できてるか。なんで、振り返りするときにね、数を勘定してみればいいんです。どれだけ、こう、自分がやろうとしていることと、邪魔されること。まあ、要するに失敗率みたいな。そういうものを数で勘定するという、そういうふうに考えておいて、まあその邪魔されるその確率の分だけ予定を多くしとかないと、まあ残念ながらですけど、また、月が変わっても週が変わってもできないとか、やれないとかっていうことがある程度は想定されるというところになると思うんで、その想定された数字を予定の中にきちんと盛り込むと。ということをした方がいいんではなかろうかというふうに思います。あくまでも計画はずれてはいけない。ずれるのは予定なんで。予定の方をしっかり調整して、できないっていうことにならないように、できても予定の中できちんと収めるようにするようにしてみてはいかがでしょうか。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。